こんにちは、紫スポーツ契約ライダーの中村孝之です。今回はスノーボードのグローブの選び方について説明していきたいと思います。スノーボードのグローブには3種類あります。1つ目は5本指タイプ、2つ目はミトンタイプ、そして3つ目はトリガータイプの3種類です。まずはこちらの5本指タイプです。こちらのタイプはその名の通り指が5本に分かれているグローブですね。バインディングのをつけたり外したり、それから山でのちょっとした作業なんかもしやすいのがこの5本指グローブの特徴ですね。続いてはこちらのミトンタイプですね。こちらは親指だけが分かれているタイプなんですけども、縫い目が少ないのですごくあったかいです。僕も普段はこのミトンタイプを使っているんですけども、ちょっと見た目も可愛くてすごく気に入っているミトンタイプですね。はい。最後に紹介するのがこちらのトリガータイプになります。見た目はミトンタイプとちょっと似ているんですけれども、親指と人差し指がセパレートされているグローブになります。ミトンに比べると少し自由度がありますので、作業もしやすいグローブになっています。そして、インナーグローブというのも、売っています。インナーグローブをつけてグローブをはめるとさらに保温性が高くなりますし、こちらはスマホが触れるタイプのインナーグローブなんですけど、リフトの上でスマホをいじるときに素手にならずに、まあ、比較的手を冷やすことなくスマホを触れたりしますので、まあ、一つあるとかなり便利なアイテムかなと思います。グローブの選び方のポイントは一つだけです。それはサイズ感です。指先より若干、余裕があるものを選びましょう。まあ、余裕があればインナーグローブをしてはめることもできますし、少しゆとりがある方が、暖かく感じると思いますので、少し大きめの、お気に入りのグローブを選んでみてください。